い、こんにちは、泉ひなです。今日はついに春服を買ってきました。イエーイ。まだ今年に入ってから春服を一着も買ってない状態で、もうほんとね、毎日ああどうしよう、明日何着よう、まあまだ冬服でいっかみたいな感じが続いてて、やっと今日買いに行けたんです。まあ私がね、新しいシーズンの服を買うときは、だいたいプチプラでこう好きな服を買ってから、それでもプチプラじゃなくても欲しい服を買うみたいな流れなので、やっぱり最初に行くのは GU ですよね。あと冷静に服がタイプすぎるザラも行きました。まあザラもプチプラだし、もう私の服はね、8割方 GU とザラで占められて言ってもって言っても過言ではないくらい GU とザラにはお世話になってるので、今から紹介していきます。じゃあまず GU からいっちゃいましょう。じゃあまず1着目がこちらのボーダークルーネックティーの長袖になります。これがお値段990円でした。可愛くない？めっちゃ色味がめっちゃ可愛いし、長袖なのがいいなと思って購入しました。なんかね、色がグレーとグリーンの間みたいな、グリーンベージュみたいな色味なので、すごい好きです。他にも2色くらいあったんですけど、私はもう一発目にこれだと思いました。でちょっとこうブカッと着たかったので、サイズは L を購入しました。一回着てみます。はい、着てみるとこんな感じになります。結構ね、この首元が開いてるのでスッキリして見えるから、デザイン的にもね、シルエットがすごい綺麗で可愛いと思います。袖ら辺はこんな感じの長さで、なんかボーダーって黒とか白とか紺と白とかが多いイメージなんで、なんか印象がガッとなりすぎるんですけど、このね、グリーンベージュっぽい色味だったら、なんかぼやっとして逆に可愛いかなって思います。これはかなり春使えそう。もう上からね、何着ても似合うと思うから、柄合わせない限りね、いいと思います。2着目がこちらのクルーネックニットベストのお値段1490円のものを購入しました。サイズは M です。なんかこれめっちゃさ、学生っぽくて可愛いなと思って買っちゃいました。なんかタートルネックにも合いそうだし、今着てる T シャツにも合いそうだし、下に白いシャツとか着ても似合うと思うし、もういろいろ使えそうじゃないですか。でベストだから全然春先も使えるし、秋も冬も使えるかなと思います。これは首元が締まってるデザインですけど、 V ネックのデザインもあって、どっち買うかもう20分くらい迷ってこっちにしました。でも多分また V ネックの方も買いに行くと思う。じゃあこれも着てみます。なんか私ね、ずっと学生っぽい服が好きで、なんだろう、この首元にライン入ったニットとか、なんか見たらつい買っちゃう、襟付きとか。よいしょ、上から着ちゃう。あ、かわいい、めっちゃ。やっぱりこれ試着しないで買っちゃったけど、全然よかった。いやー、めっちゃかわいい。この T シャツとも全然合うし、何でも合いそう。なんか普通にやっぱタートルネックの上から着たいですね。今はトッケビにハマってるからね、タートルネックが着たくなる。もう男性は黙ってタートルネックとロングコート合わせてくれたら、ほんと文句なしに全員かっこよくなるんじゃないかなと思うくらい、もうトッケビがかっこよすぎて、ほんとコンユー様がかっこよすぎて、もうタートルネックかっこいいですわ。まあ今は違うけど、とにかくこんな感じのベストです。ニットは丈感はこんな感じになってるので、まあお尻も隠れる素材で、でここが割れてるのでスカートと合わせたら、こう中にも入れ込みやすいなって思います。こんな感じで中だけ入れ込んで、こう着崩すのもいいかなと思います。スカートにも合わせても、ミニスカに合わせても、スキニーに合わせても可愛いなと思って、結構何にでも合いそう。いいですね、可愛い。で GU3 着目が最後になります。3着目がこちらの半袖のクルーネックセーターになります。色は茶色で、サイズは XL を購入しました。ブカッと着たかったんです。実はこれセール品で、お値段がなんと590円でした。めっちゃ安くないですか？やばい。しかも私茶色とかね、そういうキャメルっぽい色大好きだからね、これは買うしかないと思って一瞬で買いました。着替えます。はい、着替えました。これはここが丸襟になっていて、ここがちょっとパフスリーブっぽくなっているデザインです。でまあここ丈のとこはこんな感じのデザインになっているので、こう対応しても可愛いと思います。しかも スカートとかにもインしやすいデザインだと思います。なんか着るだけですごい上品なイメージになるし、これは下にねズボン合わせてもスカート合わせても、もう何でも合うデザインだから、すごい使えるし、もう590円だし、普通に買う以外の手がない。
はい、じゃあ GU で購入したものは以上なので、次はザラで購入したものを紹介します。ザラは2着買いました。まず1着目がこちらのロングスカートになります。こちらのスカートは元値が7990円の 50% オフで3990円になってました。やったー。丈がかなり長くて、でデザインが結構ねレーザーっぽく見えるんですけど、実はかなり薄くてツルツルした素材なので、パッと見はレーザーなんですけど、すっごい軽いです。だってね、一つ肉チューってしたらこんくらいちっちゃくなるくらいねコンパクトなんですよ。この細いプリーツがねまた可愛いなと思って買ってみました。でこれ S サイズなんですけど、結構ねウエストが大きくて、ちょっとね実はでかいんですけど、丈感はねちょうど足首くらいの長さでいいし、あの逆にまあ深かったらさっきみたいなセーターとかも中に入れ込めやすいかなと思って買っちゃいました。これも着てみます。はい、こんな感じです。丈感はこんな感じでちょうど足首くらいの長さになってます。結構長いです。なんかねこのスカート本当に軽いし、雨の日とかもなんかあの濡れても分かんない素材だから、すごいこういうの好きなんですよ私、チュルチュルした素材で、色もこげ茶で可愛いので、すごいね私の持ってる服とも合わせやすいかなって思います。じゃあ次で最後になるんですけど、ザラの2点目がこちらのワンピースになります。こちらは定価でお値段3990円でした。結構安いですよね、ザラのワンピースにしては。もうこれはまずデザインが可愛いと思ってて、まず首元が V ネックで、でここのね横線のとこが大きいポケットになってるんですね。これはね何より生地感がすごい好きで、なんか薄いんですよ。薄くてこうクシュクシュした素材だから、春も夏も着れるんじゃないかなと思って、どこ行っても着れそうだなと思って、しかも結構コンパクトに畳めそうだなと思って買ってみました。シワにもならなさそう、息続かん、シワにもならなさそうですし、はいはい、着てきました。やっぱりねこれ一回試着でも着たんですけど、めっちゃ可愛いです。ここね結構胸元空いてるんで、絶対中にキャミソールは必須になるんですけど、まあ、今回は黒に合わせたけど、全然白とか他のね黄色とかいうのカラーも合わせても絶対可愛いと思うし、まあいろいろ遊べるかなって思います。でまあ袖はこんな感じで、肘の上ら辺の袖になってて、でここにポケットがあって、で丈感はふくらはぎの途中くらいの長さになってます。なんかこれは結構ゆるい感じでも着れそうだし、かっちりした時もねパンプスに合わせたら全然合うと思うし、結構いろんなとこで役立ちそうなワンピースですよね。でこの素材だと結構ねコンパクトになりやすいから、絶対旅行でも使えるし、めっちゃいいなと思います。もうでもね、ザラ今季可愛いのありすぎて、ほんとめっちゃ欲しかったんですけど、ザラって高いのと安いのでほんと高低差が激しいじゃないですか。なんかねワンピースもあと3着くらい実は手に持ってたんですけど、全部8000円とかで、私その時ねお財布に1枚しか入ってなかったから、今回の2着が精一杯でした。まあ、ザラはね結構セールになるとまたガクンと値段が落ちるので、その時にもいっぱい買いたいし、まあ、あとはこまめに買っていくので、またそれも紹介できればなって思います。はい、ということで今日の GU とザラの春服購入品動画は以上となります。その服かわいいねとか私も欲しいって思った方、チャンネル登録と高評価お願いします。いらんかなって思った方、チャンネル登録と高評価お願いします。あと YouTube 以外にもインスタや Twitter もやってるので、ぜひ概要欄から飛んでフォローお願いします。はい、じゃあねー。